吉川圭一の危機管理指令室どうもこんにちはそしてこんばんは 吉川慶一です。本日は自民党総裁選挙に見る自民大敗の予感と、こういうお話をさせていただければと思います。九月の二十九日、自民党総裁選挙が行われました。その結果とプロセスに関しましては、皆様、もうよくご存知と思いますので、 あの、繰り返すことはいたしません。ただあの、そもそも自民党総裁選挙とはどういうものなのかということを、あの、まず考えてみたいと思います。自民党総裁選挙というものには、実はルールがないというか、 あの、頻繁にその時の状況に応じてルールが変えられてきたのが自民党総裁選挙なのであります。例えば強い派閥のリーダーがしばらくの間自民党を取り仕切った方がいいというふうに考えられた時には強い派閥のリーダーが自民党総裁になりやすいように例えばあの、党員票の影響が弱くなるように ルールを変えられる。逆に、そういう自民党に対するあの国民の不信が高まってしまって、これでは選挙は持たないんじゃないかと。いうふうに考えられたときにはあの、自民党は開かれた政党であるというイメージを高めるために、党員投票の影響が大きいというふうにルールが 変えられる、まあ、そういうことを自民党総裁選挙というものは繰り返してきたわけであります。現職の総理総裁が総裁選挙に出られなかったというのは今まで3回あります。1982年の続木前後。 2001年の森義郎、そして今回の菅義偉の3人であります。3人とも、あの、調整型のリーダーとしては非常に優れていたわけでありますけれども、あの、強力な発信力ですとか、あるいはクリアなビジョン、そういうものが欠けていた。 まあ、いずれにしても、そういう調整型のリーダーということで、派閥の力で、総理総裁になれた。まあ、そういう、あの、経緯ですとか、人柄、そういう関係で、あの、国民の支持が高くなかった。そして、あの、自民党の党則による総裁予備選挙が行われる直後に、国政選挙が予定されていた。 そこでこれではあの自民党が選挙に負けるのではないかと考えられてあの党員投票の影響が大きいように選挙の自民党総裁選のルールが変えられてそこでまあ自分はこれでは受かれないなと考えたのか、まあ、3人とも総裁選挙に出ることを断念せざるを えなくなったわけであります。鈴木善光さんが総理を降りた後、総裁選挙で、中く砂康弘さんが総理大臣になりました。森吉郎さんが降りた後は、小泉純一郎さんでした。二人とも非常に強い発信力と、あの、クリアに自民党的な価値観を しあの、持って主張している方でした。そうだからこそ、国政選挙にも勝ち、長期政権を築き、最後には、あの、300議席を取って、大きい改革を、あの、成し遂げたわけであります。それに対して、あの、今回の岸田さんはどうでしょうか岸田さんが、あの、選ばれる、 自民党総裁選のプロセスでは、むしろ派閥の力が大きかったのではないか。そういうふうに、あの、我々国民も感じていますし、まあ、メディアも報じている。私がチェックしたところ、あの、ニューヨークタイムスも、まあそういう書き方ですね。また、あの、 ワシントンポストも、それで、あの、岸田さんは、今までと違う方針の政策ができるのかと。まあ、岸田さんという人は、失敗したことはないけれども、成功したこともない人であるというような書かれ方さえしております。これは意外に的を得ているように思います。 これで近く予想される解散総選挙で、岸田自民党は勝利できるでしょうか。もう一つ心配なことがあります。自民党はあの今まで2回ゲアしたことがございますが、その2回とも自民党内部が混乱状態に陥ってしまって、同じ ま、地方選挙なり、補欠選挙なりで、自民党本部が立てた候補者と、地方の支部が立てた候補者が、同じ自民党の人同士で戦って、そしてあの地方支部が立てた候補者が勝つと。こういう現象が、1、2年にわたって続き、その流れで、東京都理会の選挙で自民党が大敗し、 まあ、その勢いでそのまま解散総選挙を行ったら、自民党は衆議院選挙でも大敗して、ギアせざるをなくなると。まあ、九十三年も二千九年もそういう状況であった。と、考えられます。これはすなわち、あの、自民党内部混乱状態のために、自民党が国民の信頼を 失っていたからだよと思われます。まあ、それもあって菅内閣の支持も低かったのか。まあ、そこで今回、まあ、党員投票の影響の大きい予備選、あの、総裁選挙が行われたわけですけれども。岸田さんの選ばれ方。そして、あの、岸田さんのそういう特徴。 そういうものを考えると、国民の自民党に対する信頼を回復するのに十分であるかどうかというと、あの、私は疑問であります。日本は再び毎年総理大臣が変わるような政治的混乱に陥ってしまうのでしょうか 中国の脅威が迫っているこの大事な時に。ニューヨーク・ポストの報道によると、CSIS 日本部長のマイケル・グリーン先生も、あの、そういうことを心配なさっていらっしゃるようであります。しかし、私は、あの、別の期待もしております。近く予想される解散総選挙で、 岸田自民党が大敗した場合、まあそれであの岸田さんが責任を取って、総理を辞めざるを得なくなり、総裁選挙のやり直しになったと。こういう風な流れになったとすると、まあ自民党としても、まあその反省に基づいて、今度こそ、 強い発信力があって、自民党的な価値観をクリアに持っていらっしゃる高市さなえさんを総理大臣に選ぶと。いうことが期待できなくないように思われます。まあ、その場合、そういう、あの、 敵地攻撃による日本の防衛といった問題で国民民主党、さらには立憲民主党の保守派というようなところとのあの大連立が行われて、高市政権は長期安定政権になり、そういう敵地攻撃能力の保有、さらには憲法9条の改正、 といったことも実現できるかもしれない。私はそれを強く期待しております。そのような方向で今後も日本の政治もウォッチ一日本国民として投票し、何よりも今申し上げたようなことが実現するように祈り続けたいと。 考えております。どうかこの動画をご覧になった皆様も、私と同じような気持ちで、あの、一、日本国民として投票し、また、あの、私が、あの、願っているようなことが実現するように、祈ってくださればと、心から思います。本日は、 私ごときものの話を聞いていただいて本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。失礼します。<music>